吉見町巡回バス専用車両費のリエッセステップリフトバス道の駅1号の里吉見にて吉見町町内巡回バスは埼玉県引群吉見町がかつて運行していたコミュニティバスである2002年12月運行開始記事名には運行開始当初の名称吉見町町内巡回バスを用いたが運行開始後に町外への路線も開設され 吉見町の公式サイトなどでも、吉見町巡回バスと表記されたため、以下、吉見町巡回バスと記載する。ひばり号、ケヤ号の愛称があり、町内巡回コース、町外アクセスコース各3路線の全6路線が設定され、全路線が平成エンタープライズに運行委託されていた。2018年12月末をもって、日中便、 2019年3月末をもって、朝郵便の運行を取りやめて、廃止となった。廃止後はデマンド型交通に移行した。他の市町村における、コミュニティバスと異なり、循環バスではなく、巡回バスと表記していた。運行開始当初は町内のみ運行で、町民を対象とした、福祉目的の利用を主とする性格が強かったためである。吉見町内には、 鉄道駅がなく、公共交通機関は、民間の路線バスに限られており、以前から、バス路線の拡充が求められていた。以前は、東武鉄道直営時代の東武バスによって、東松山駅から、北高知蔵、向井山を経由し、高野駅へ向かう路線や、吉見町北部の中曽根地区と東松山を結ぶ、東松山駅上中曽根線、さらには、 東松山駅から吉見町の南部地域である大串地区を経由して大宮駅へ至る路線が運行されていた時代もあったがこれらの3路線はいずれもすでに廃止されていた2008年時点で町内を走る民間事業者のバス路線は川越観光自動車が運行する東松山駅、高野ス免許センター線と東武バスウェストが運行する川越駅 高野巣免許センター線、川越駅新荒子線のみとなっていた。そのため、一般路線バスが廃止された地域は元より、元から公共交通機関に恵まれなかった地域など、交通空白地帯における公共交通路線の確保が課題になっていた。吉見町内でのコミュニティバス構想は30年近く前から続けられたものの、様々な事情から実現しなかった。 しかし、吉見町は一時期、埼玉県内で2番目の人口増加率を記録した時代があるほど、ベッドタウンとして成長したにもかかわらず、民間バス事業者によるバス路線は限られていたことから、移動手段はもっぱら自家用車か自転車などに頼らざるを得ない状況であった。こうしたことから、幾度となく町民の間からもコミュニティバスの運行を求める声が、 相次ぎ2001年頃から計画に着手し、2002年12月に運行を開始した。運行開始当時は、実験段階ということもあり、町内のみ運行で、運賃無料であった。バスの経路は、従来から運行していた、老人福祉センター、荒川荘送迎バスのルートをもとに、吉見町中央公民館を発着するルートで、開始した。 運行開始時から廃止まで、埼玉県入間郡三好町に本社を置く、平成エンタープライズに運行委託されていた。2006年4月より、コースが再編され、利用者の公平負担の観点から運賃が有料化された。同時に町内のみを巡回するコースに加え、町外へ運行するルートも設定された。2018年12月末をもって、 日中便の運行を終了、翌2019年3月末をもって、朝夕便の運行を終了し、廃止となった。廃止後は、コースダイヤを事前に定めないエリア型のデマンド型交通へ移行した。概要でも触れた通り、モータリゼーションの影響を受け、1978年の東松山駅大宮駅線廃止と、 1991年の東松山駅上中曽根間廃止により、町内のバス路線は折り返し系統を除き実質3路線となった。これは他の市町村同様に家庭での毎ー所有増加による影響が大きい。しかし、住民の間からは通学や高齢者の足としてのバス路線拡充を求める声が多かった。これは交通空白地帯が多かったこと。 またベッドタウンとして、住宅地が多数存在していること、路線バスのある地域が偏ったところも大きかった。しかし、幾度となく、コミュニティバス構想が持ち上がるものの頓挫していた。これには、既存事業者との調整や、運行形態などの問題点があり、特に、吉見町は、東西南北に広いため、運行にあたっては公平性の観点からも、 非常に難しい問題があった。2001年頃から、コミュニティバス構想が再浮上し、吉見町役場内でもプロジェクトチームが作られた。しかし公共交通機関への理解は愚か、公共交通機関の利用回数や、利用機会の限られる関係者にとって、構想を練ることが非常に難しく、どのような車両を使ったら良いかわからない状況でも、あった。一時期は、 ワゴンタイプの車両を使うことも検討された。また運行開始前には、住民連絡会議も設置された。ところが、その住民連絡会議の中で示されたのは、原則として町内のみの運行とするということであった。これは、以前から運行されていた、高愛地区にある、老人福祉施設、荒川荘への送迎バスルートを活かす部分も、大きかったが、吉見町商工会から、 町内の利益が町外に逃げてはならないとする意向があったため、当初は完全に町内のみの運行のみを計画していた。福祉上の観点から、隣接する東松山市にある東松山市民病院へのアクセスは決定したものの、当初は東松山市から市民病院への直接乗り入れ許可はおりなかった。2002年12月1日の運行開始に先駆けて、 発表された路線は、その後の路線と異なり、町内を一周するルートが設定された。当時は一周約120分のルートが組まれたが、これはもともと荒川荘送迎バスのルートを生かしたものであった。荒川荘送迎バスは、曜日限定ながら、吉見町内を、くまなく網羅していたことが、路線ルートの設定で高く評価された。 ただしその後の運行起点と異なり、当初は吉見町中央公民館前が完全な始発着点となっていた。巡回バス運行開始に伴い、荒川荘送迎バスは廃止となったが、それまで曜日限定の運行だったものが巡回バスの運行によりほぼ毎日運行となった。このような経緯から2006年の再編までは荒川荘の休業日である月曜日が、 運休日となっていた。東松山市民病院への直接乗り入れは当初認められず、2006年の再編までの間、川越観光バスが使用するマイタウン線の市民病院前バス停を利用していた。これはすでに東松山市が市内循環バスを運行し、直接市民病院へ乗り入れていたことが大きく、当時の巡回バス住民連絡会議では、 東松山市との調整が必要なため直接乗り入れができないと説明があった。その後、東松山市民病院への直接乗り入れは2006年の再編で実現した。運行開始から2006年の再編までは実験的な観点から運賃無料で運行されていた。また当時は運賃収受を行わなかったため福祉目的性が強く、 町民以外の乗客の利用に問題が生じることもあったが、運行開始後は、巡回バスの運行とは直接関係ない、川越観光自動車の東松山駅バス停、路線図形時に、吉見町巡回バスの接続バス停が表記されていた。2004年から2006年の再編までの間、中曽根集会所から延伸し、当時の大里郡大里町にある長島記念館への、 乗り入れを行った。これは、長島記念館で、大里町営バスに乗り継ぐことができるようにというもので、あったが、利用者が少ないこともあり、2006年の再編で廃止されている。町外へのルートは限られたものであっても利用者数は順調に伸びた。2006年に、町民のニーズに応えるため路線再編された。この際、民間事業者による、 既存路線等への配慮や調整の観点から、吹上駅、森林公園駅、北里メディカル病院へのアクセスとし、町外路線の選定を行った。この町外路線の運行開始に合わせ、利用者の公平な負担という観点から有料化に踏み切った。また同時に、路線及び一部停留所の新設、改変、廃止も行っている。 この再編に際しては10日間ほど運休して準備を行った。戦術の通り、2018年12月末をもって、町内コースを2019年3月末をもって、町外コースを廃止とし、デマンド型交通へ転換された。町外への路線が開通したことを受け、町内路線と町外路線両方を組み合わせて走るダイアグラムが設定された。 いずれのコースも、すべて、道の駅一号の里吉見を起点となるように、設定されていた。市内北地区及び JR 高崎線吹上駅を、結ぶ路線。吹上駅線は、引国吉見町、熊谷市甲野寿市の西一町をまたぐ。1991年7月の東部バス場、中曽根線廃止後、11年ぶりのバス路線復活となった。 利用者数についても当初より増加傾向にあることが議会で報告された。吹上駅線の吉見町役場、中曽根集会所は、かつて、東部バスで運行されていた上中曽根線と同一経路で設置バス停もほぼ同じ位置である。中曽根集会所吹上駅間は、ノンストップ運行。市内西地区及び東武東上線森林公園駅を結ぶ路線。すべて、 東松山市民病院を経由する。西コースは右回りと左回りがある。途中の長谷にある工業団地は元より近隣の住宅団地への数少ないアクセスでもある。西コースの路線が通る地域のうち、現在の日向山団地を経由するようになったのは2006年の再編後からであるが、この地域には概要でも述べた通り、1960年頃までは、 バス路線が一部経由する地域でもあった。したがって40年ぶりにバス路線が復活した地域でもある。森林公園駅、東松山市民病院へ向かう途中、吉見町側最後の停留所である長谷から東松山市民病院及び森林公園駅までの間は停留所が存在しないノンストップ運行となっているが、これは他の自治体や 駅村民間交通事業者への配慮上でもある。道の駅森林公園駅線は、引き群吉見町東松山市引き群なめ川町を、経由し一市二町をまたぐ。市内東、南地区及び JR 高崎線北本駅を結ぶ路線。高津那大串東郵便局間は、1978年に廃止された東武バスの東松山駅、高津那、 証券屋から平方大宮駅線の経路とほぼ同じである。高津な停留所は当時のバスベがそのまま活用されている。東南コースの始発便に限り、高愛から北本駅を経由して高尾神殿に向かうルートが設定されている。北本駅線はかつては北本市の北里メディカル病院まで乗り入れていたが、 北本駅への乗り入れ開始に伴って2010年3月、いっぱいで廃止された。町外吹き上げ駅、町外森林公園駅、北西コース西コース左回り北西コース、町外森林公園駅、町外吹き上げ駅、北西コース西コース左回り、北西コース西コース左回り町外、吹き上げ駅、町外森林公園駅、町外、吹き上げ駅、町外森林公園に駅、町外。 北本駅東南コース、北本駅経由西コース右回り東南コース。東南コース町外、北本駅西コース右回り東南コース、東南コース荒川荘始発伊田新殿、周回所域西コース右回り町外、北本駅西コース右回り町外北本駅、町外森林公園駅吉見町巡回バスに、用いられる、大車霊、三菱扶桑エアロミディ MJ 車両には、 ひばり号、けや号の愛称が付けられていた。専用カラーの車両。吉見町町内巡回バスの文字と、吉見ロゴ、イラストが描かれている。2002年の運行開始時に2台導入された車両で、中扉は、グライドスライドドアで、車椅子用ステップリフトを装備する。中扉は原則として車椅子利用客のみの仕様で、 混雑時のみ車椅子利用客以外も中扉から降りることができた。平成エンタープライズカラーの車両。車椅子リフト付き。吉見町巡回バスとひばり号、ケヤ号のマグネットステッカーをつけて使用された。点検などで専用車両が使用できない場合、運行委託先の平成エンタープライズから、トヨタコースター、日産、シビリアン、三菱不装。 エアロミディエム J、いずれも車椅子リフト付け車両が台車として使用された。台車での運行に際しては、ひばり号、ケヤキ号などのマグネットを車体に取り付けて運行する。ほか、LED 式行き先表示器取り付け車両の場合は、吉見町内巡回バスケヤキ号などの表示がされた。また台車での運行では、保安上通満運行となることがあった。運行開始当初は、 無料運行であったため、バス車両のナンバーは、特殊改造車扱いの緑8ナンバーであったが、2006年の、運賃有料化により緑2ナンバーに変更された。町内巡回バス廃止後はデマンド型交通に転換し、第5次吉見町総合振興計画の一環として、実施する。町民のみの利用となるほか、町外での利用は指定された場所のみ、 特定の条件下で可能となり、鉄道駅へは乗り入れない。ありがとうございます。